紹介しましょう。でこのカードはナジーム・ハメドが返上しました IBF 世界フェザー級の王座決定戦です。でまずはボディ攻撃を得意としますファイターヘクター・リサーラがご紹介しましょう。アメリカ・カリフォルニア州フレスノ出身の31歳、85年にプロデビュー、89年にはウーゴ・アンギアノに12回判定勝ちして空位の米大陸フェザー級タイトルを獲得、94年にはセドリック・ミンゴに12回判定勝ちし IBF インターコンチネンタルフェザー級タイトルを取っています。ランキングは1位。ようやく世界挑戦のチャンスが巡ってきました。このチャンスを生かすことができるんでしょうか。成績は46戦33勝8敗5引き分け、33勝のうち19の KO 勝ちがあります。一方こちらは IBF 世界フェザー級2位のウェルカム・ヌシタです。南アフリカイーストロンドン出身の32歳、84年にプロデビュー、90年にはファブリス・ベニシュの持つ IBF 世界ジュニアフェザー級タイトルに挑戦し12回判定勝ちを収めました。92年7度目の防衛戦でケネディ・マッキニーに負けタイトルを失っています。そして94年にケネディ・マッキニーに再度挑戦しますが雪辱ならず12回判定負けに終わっています。今日の試合に5年ぶりの世界タイトルと2階級制覇がかかります。成績は42戦40勝2敗40勝のうち21の KO 勝ちがあります。ウェルカムの下も随分長い選手であります。もう8年ぐらいこの番組ずっとね追いかけてますけれどもね、ずっとトップ選手ですね。はい、負けたのはマッキニーに負けた2敗だけなんですよね。まあ小型レナードっていうスタイルですね。スピードがあってフットワークが良くてですね、シャープな選手ですよね。面白い試合になりそうですね。はい、さあ浜田さんのポイントは、はい、どの辺にいきましょうか。まあ、あのヌシタもマッキニーに逆転負けしなければですね、はい、このまま続いたんじゃないかなと思われるほどの選手ですから、だからこの選手と、まあ、ハメドが逃げたと思えるような選手とどっちが強いんでしょうかね。なるほど。さあ念願の世界獲得か、あるいは5年ぶりの世界チャンピオンかということになります。さあ早速ご覧いただきたいと思います。この試合は昨年の12月13日アメリカフロリダ州ポンパノビーチで行われた試合です。 IBF 世界フェザー級王座決定戦、ヘクター・リサラガ対ウェルカム・ヌシタの一戦です。Alright fans, here we go with the vacant IBF Featherweight Championship of the World scheduled 12 rounds of boxing. I introduce you first on my left, fighting out of the blue corner, entering the ring wearing white trunks and joining us all the way from Mandantsane, South Africa. He weighed in at the featherweight limit, 126 pounds even. His outstanding record stands at 40 wins, 2 losses, 21 wins coming by way of knockout. He is the former IBF Junior Featherweight World Champion, currently ranked the IBF number 2 featherweight contender in the world. Introducing, welcome, Nate. こちらがウェルカム・ヌシタです。His opponent across the ring on my right, fighting out of the red corner in this 12-round vacant world championship bout. Entering the ring wearing white trunks with red and green trim and joining us from Fresno, California. He weighed in at a trim and ready 124 and one half pounds with a record of 33 wins, 8 losses and 5 draws. He has 19 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the IBF number one ranked featherweight contender in the world, introducing Hector Papi Lizarraga. ランキング1位のヘクター・リサラガです。ワウワウ初登場ということになりますが、さあどういう戦いっぷりを見せてくれますか。レフェリーはアルマンド・ガルシアです。ヌシタはそのセコンドにですね、そのエマニュエル・スチュアートがついてますよね。ですね。あ、今ちょうど映りました。左側の方です。ははー、さあヌシタは計量はリミット126パウンド 57.15 キロですが、リサラガは軽いんですね。 124.5 1パウンド半も軽く上がりました。そうですね。ランキング1位と2位の激突です。勝った方がチャンピオンということになりますが、ヌシタは勝てば2階級制覇ということになります。まあ、このレフリーはですね、アルマンド・ガルシアですね、
飯田聡選手と、翌対戦その第一戦で名古屋でレフリーしましたね、はい、さあ試合が始まりました。赤のベルトラインが入っているトランクスを履いていますのが、ヘクター・リサラガです。白一色がウェルカム・ヌシタ。ヌシタですけどもいろいろね発音が難しいですよね。まあ正確にはですねニキータ、ニチータ N でなしに、にって発音しますね。リングアナウンサーのジミー・ラウン・ジュニアもちょっと違うような、ね、発音をしてました、はい、ちょっと日本的には発音難しい、できそうもない発音です。まあ、ヌシタはですね俺がリングの主だっていうんでですねやはり主導権取ろうとしてますね。こういうダジャレが言いやすいです、ヌシタの方が。はい、はい、1ラウンド目から出るとは思いませんでしたが、さあ浜田さん、はい、このリサラガですけれども初めて、見ます。立ち上がり的にはこう割とアグレッシブな感じがありますね。そうですね、それとパンチありそうなボクシングしますね。本当にそうですね。それとですね、相手に圧力かけるのがうまいですね。ああそうですか。むしろいい感じで動いてはいますけどね、この動き方は圧力も かけられてますよ。このプレッシャーを逃れようというような動きに見えますよね。ですからやっぱり相当なプレッシャーかかってるんでしょうね。なるほどね。リサラガは6ヶ月半ぶりの試合になります。一方白一色のトランクス、ヌシタは、10ヶ月半ぶりです。左打ち込んでいきます。口ひげを蓄えているのがヘクター・リサラガ。ボディー、ボディーきます、うん、4発続けました。世界初挑戦です、リサラガ。名前から言ってもこれ住んでる方がカリフォルニア州ですからメキシコ系なんですよ ね、 当然ね、当然と言ってはおかしいですけども、そういった感じが見受けられます。一方のウェルカムの下は南アフリカ、イーストロンド。ボディ攻撃、まあ、ヌシタの動きもいいですよ。はい、非常にスピーディーでリズミカルが特徴のこのボクサー、ウェルカム・ヌシタ。先ほども言いました、負けたのはケネディ・マッキーに対する2敗だけ。ボディブロー、これはエルボーでブロックしています。まあその2敗目切ってから6連勝ですもんね。はいはい、決して調子は悪くはないですね。今の動きもかなりいいものを見せています。ただ青とボディ打つも上手いですね。ヌシタに劣らないぐらいリサラガも非常にいい出来です。パンチ最後は入れ込んでいきます。本当に浜さんよくボディに打ち込んできますね。それでいい角度から打ってますからね、はい、ゴングです。第1ラウンド終了しました。まあ、1ラウンド目普通左から行きますよね、左ついていけってジャブ。リサラガですね、これちょっと逆転の発想なんですね。右をそのリードパンチにして左アッパーですね。逆の右左のパンチ打ってますね、だから、1ラウンド目は、リサラガのボディパンチを取ります。10対9です、はい、エマニュエル・シュアードの名前が一番上にあります。これ今背中を見せてる方がそうですね。しスチュワードもいろいろな選手につきますね。まあ、オリバー・マッコルにつくとですねレノックス・ルイスに勝つし、そして、まあ、ホリフィールド、リディック・ボーの再戦ではそのホリフィールドについて勝たせるしですね、まあ、オスカ・デラ・ホヤについてそれで強くしたりですね、まあ、分かりましたね、まあ、引く手はまたですよね。そうですね、まあ、確かにそれなりの成績を残してねどんどん行っていますから引く手あまたということになるんでしょう。人気のトレーナーです。第2ラウンドです。勝った方が世界チャンピオンになります。 IBF 世界フェザー級の王座決定戦。先ほどから言っていますようにヌシタは前、ジュニアフェザーのチャンピオンでもあります。その時は防衛6度、クラスを上げてまいりました。ストレートが届きません。ボディを再三打ってきますのでこれは十分気をつけています。ヌシタ
お互いに浜さんディフェンス面が割と目立ってますけども、まあ、2人に関してどうですか。ディフェンスの種類がまた違うんですけどね、はい、どう違いますか。ヌシタの場合はやっぱり動いて、足を動いてそして上半身を動かしてのディフェンスですよね、はい、おーと右ヌシタがパンチをもらいました。パンチも返す。ヌシタも返していきます。右も良かったし今の切り返しの左フックも良かったですね。リサラがパンチありますね。ボディボディから顔面が開きますとすかさず上へ打ち上げていきます。やっぱり、リサラが、メキシコ系のボクシングをしますよね。あメキシカンはボディブロー得意ですからね。うまいですからね。それで、ボディの打ち方なんかいい角度今の感じですね、いい角度で入りますから。肘に当たったんですけれどももうその辺ある程度承知でかなりの数打ち込んでいきます。ヘクター・リサラが31歳、一方ヌシタも32歳、30代の戦いです。ヌシタはですねちょっと右のガードが甘いですね。おだからですね、はい、リサラガの左フック食ってますね。今も言ってましたね。今ちょうど言ってたところにそれをもらってしまいました。ヌシタも返します。ヌシタとしてはもうちょっと距離取りたいですね。この中間距離接近する距離だとですね、はい、右のクロス気味のパンチあるいは左フック食いますね、うん、でボディブローも来ますからね。右のフックを返します。顔面にパンチを持ってくるようになりましたヘクター・リサガ。さあ左をついたリサラが下がります。ボディブローです。ベルトライン若干上、これが回を重ねると効いてきますよ、コーナーに詰まりました。んとパンチを持って出ていこうというヌシタ打ち合いになりました。揺りました左。さあありますね。リサラが あのハメドが怖かった相手です。第2ラウンド終了です。歓声が湧き上がっています。まあ、このラウンドは文句ないでしょう。構成と取り続けましたね、はい、技術有効打もありましたね、10対9です。リサラがということになります。これはフロリダ州ポンパノビーチで行われているんですが、リサラ側先ほどから言っていますように、メキシコ系ということもありまして西海岸中心に試合を行っていたんですが主にカリフォルニア州あるいはネバダでやってるんですけども初めてですね今ずらっキャリア見ましたらフロリダやるというのは初めてになりますね。そうですね。ははまあカリフォルニアでの試合が圧倒的に多いんですけど、一方ヌシタの方は南アフリカですので南アフリカが非常に多いということはもう、これは当然ですが1回だけかつてフロリダで戦っています。さあ第3ラウンドです。今まあアメリカで4大プロモーターの一人っていうのはセドリック・クシュナーですよね、はい、あの日本でもヘビー級エクスプロージョンその持ってきたりしましたけれど、その南アフリカ出身で今アメリカで活躍してるんですけれどそのセドリック・クシュナープロモーターの秘蔵っ子なんですよこのヌシタは。ははそうですか。ここまで42戦して40勝2敗です。 21KO 半分を超える KO 率。おおと勝ちのうちの半分です。右また右ムシタの動きもいいんですけど馬力ありますねあの リサラが、ここまでの戦いっぷりはですねハメドがちょっと避けたのって言われるのもなんか分かるような気がしますね。あの本当馬力ありますよ、かなり危険な相手です。それとまあディフェンスの仕方はブロッキングが主ですね、はいはい、こちらのリサラガの方がブロッキングが主そうですね、はいはい、左ディフェンスの仕方がちょっと違いますそういったお話がありました。ヌシタもプレッシャーをかけ始めています。ヌシタも強気ですね、32歳これがあるいはラストチャンスという話もあります。
左、あ、今いいパンチですね。右から切り返しの左フックですね。階級を上げて王座返り咲きを狙います。まあクラスは違うんですけれども、2階級制覇を狙うウェルカムヌシタ、そして世界初挑戦というヘクター・リサラガ。このリサラガは打たれ強い選手でもありますね。ほうほう、あ、このラウンド構成取ってますね、ヌシタが、はい、おーと簡単になります。おなおも手を出し続けますヌシタ。うるさそうに距離を置こうというリサラが左をぐーっと伸ばしました。なぞり、あ、モニブロが伸びます、強く伸びます、左は伸びる。ヌシタのまた左が下がり始めました。ボディブロー、またフックを入れていきます。こうして早めに回り込めばいいんですよね、2ラウンド目みたいにちょっとロープに腰落としたみたいな形になるとですね、ファイタータイプはガンガン出てきますからね。で構成ポイント取れますからね。飛び込んだ、この右当たったら怖い右です。右のボディを打ち込んでいきました。最後は嫌がったかこんなりましたが、ウェルカムでした。パンチをもらったところでゴンが鳴っています。第3ラウンド終えています。このラウンドはちょっと難しいラウンドですね。ヌシタにも有効でありました し、ね、そしてリサラガも後半構成取ったと思います。ただですね、前半の2分間プレッシャーかけながら有効なクリーンヒットを決めてましたね、だから私はこのラウンドはヌシタの10対9にします。初めて、ヌシタが取ったラウンドです。 IBF 世界フェザー級王座決定戦、ヘクター・リサラガとウェルカム・ヌシタ、ランキング上位者1位と2位が王座をかけて対戦しています。このエマニュエル・スチュワードのこのアドバイスの仕方と特徴はどんなのがあるんですか。もう喋りすぎぐらいよく喋るんですね。今言ってたね、インサイドからショートパンチで内側から打ってと、だから今もうどうも外側からアウトサイドのパンチになってるから打ち負けてるということなんですけどね。私なんかがセコンドしたら、あ、ルイスとネクストラウンドはインサイドだよ、インサイドだよ。ところがスチュワードはもう半分間しゃべり通しです。なるほど、だから結果出せばいいんですよ ね。だから選手のタイプにもよりますし、普段のトレーニングの時の会話の状態にもよりますよね。さあ第4ラウンドです。ちょっと今フェイントをかけながら入ってまいりました。しかし攻守逆転、まあ、昔ホセ・ナポレスという選手はマンテキーリアと言われてバターのように滑らかなという形容があったんですよ。もうエマニュエル・スチュワードの舌は本当そうですよ。もうバターのように滑らかです。もう喋りやすさ止まらないです、よくね、あのアメリカでもテレビの解説されてますからね、はい、いくらでも言葉は出てくるようです。ボディブロから、おっと上がちょっとガラキになりましたけれども、これはもらっていません。ヘクター・リサラが右のクロスから入っていきました。胸が合ってしまいました。この距離は浜田さん、やっぱりヌシタにとってはちょっと近すぎるんですかね。いろんなパターンがあるんですね、攻めていってのこの距離だといいんですけどね、入られるとやっぱりきつくなりますね。これは完全に入られてるわけですよね。今そうなんですね、いや最初は打ちに行ったんですよ、打ちに行ったんですけど、だんだんプレッシャーきつくて生まれてきたんですね。ヌシタはちょっと強くすぎますね、もっとボクシングした方がいいですね。ここまた出てきましたもんね、相手の攻撃がありますとこのように打ってきます。だんだん巻き込まれてきてるところもありますよね。ちょっと今日はヌシタのいつもの戦い方が違うんでしょうか。ところが、普段はもっと動く選手ですよね、はい、やっぱり1ラウンド目動いてましたから、ただ相手のプレッシャーきついんで、やっぱり、押し返そうとしてますよね。この辺も出しています。ジョーさんどう思いますか。いやスチュワードのですね、その指示がですね、インサイドに入ってそれでインサイドパンチ打てって言ってるんですね。あの指示がベースにあるんですかね。やっぱりだから足使って逃げるんでなしにですね、出鼻叩けとそれで入れって言ってるんですよね。入っています。これまた逆に押し返しています。ヌシタ飛び込んでいきましょう。おっとこの辺はかわしています、かわしていますけれども、リサラが馬力だと一つリサラガルの方が上ですね。はい、
と左目の上がちょっと赤いみたいに見えましたけどね、リサラが。そうですね、そこの場合も私もそうかなという気がしてたんですが、このリサラがっていうのは決してその考えセンスがあるっていうタイプじゃないですけど、馬力がありますね。あ、やっぱりちょっと赤いようですね。そうですね、第4ラウンド終了しました。まあ、このラウンドはですね、その最初の前このラウンドの前半に主田が打ち合いに行ってですね、リサラガに打ち負けましたね、はい、でこのラウンド全般そのリサラガが攻勢取り続けて有効なコミットは多かったですね。10対9リサラガです、はい、今セコンドも左目のあたりをちょっと治療していました。第5ラウンドです。 IBF 世界フェザー級王座決定戦12回戦、主田がリミットで計量を終えました。リサラガラは先ほども言いましたが軽く上がっています。1位と2位を激突。ガードを上げました、まあ、リサラガとしてはですね、はい、その主田がこう接近戦に挑んでくるんですか、ウェルカムですよね。はい、どうぞ来てください。こっちはもう接近戦得意なので、私はそのムスタもうちょっと足使ってアウトボクシングした方がいいと思いますけどね、うん、おー右ラッパ、はい、だからたまにああいういいパンチが当たるから余計接近戦してくるんでしょうね。おー右ショートでいきます。力強いパンチを打ち込んできます。リサラが右を返して左、三つ目ミスター、そうですね、左をもっと出すことですね。1ラウンド目、2ラウンド目もっと左出てましたけどね、だんだん頭をつけての打ち合いになってきましたね。結構浜さん頭当たってますよね。当たってますよ。カットこそそんな大胆にはありませんが、ゴツゴツ当たってる、そんな映像が見受けられます。ただこのラウンドは結構主田のパンチがよく当たってますね。今押されました、はい、アッパーそのクリーンヒットして右のスレッターダッキング、主田またリズミカルな動きに変わります。左で伸ばしました。お互いの心理状態どうなんでしょうね。やはり主田っていうのは今日はこうして攻めていって、はい、この低い決定戦をものにしようっていうその腹があるんでしょうね。かなり気の強い面を前面に出しています。それはリサガリングにも言えます。一発もらった後さらにインサイドに入っていきました。まあ、主田のボクシングはこの左ジャブがいいんですよね、うん、はい、それは切らさないことですね。ボディーブロー何発入れてるでしょうか。リサラが本当にリサラが馬力ありますね。ですね。ただし主田も慣れてきて肘でもかなりブロックしてますけどね、はい、あの肘でブロックするというのは結局手が下がるということなんですよね、ということはガードがすぐ上に上がりませんから、やはり上のパンチをその後食いがちですよね、うん、ただこのラウンドは主田がその積極的に構成を取ってですね、インサイド感のパンチ当てましたね。主田のラウンドです。10対9です、はい、ヘクター・リサラガは85年4月にプロデビューしています。その時のデビュー戦は引き分けでした。ですからもう12年13年になるわけですか、およそではありますが、そんな数字になります。ヘクター・リサラガドンキングの興行であります。ですからこれフロリダなんですね、ポンパノビーチ、ね、そうですね、ドンキングプロモーションはあのフロリダ州にですね本拠地移しましたからね、ですからラスベガスにスタッフはいちいちフロリダの方から飛んでくるんですよね。そうですね、ビッグファイトがあるときはフロリダからそのラスベガスに第2オフィス持ってますね、まあ、全米を所狭しと動き回っているというそんな感じです。トップランクはラスベガスにそのオフィスがありますね、はい、第6ラウンドです。 IBF 世界フェザー級王座決定戦
中盤のラウンドに差し掛かっています。この流れは変わらずずっと行くんでしょうか。まあ、リサラガとすると今のボクシングが心情でしょうね。なんか他にはできそうもないような感じもしますね。どうですか。まあもうスタイルがそういったスタイル ですからね。そのスタイルでいいと思いますよ、この選手は。変わるとすればヌシタの方なんでしょうね。そうですね、ヌシタが勝ちに行こうとしてますからね今は、はい、そうするとリサラガのボクシングが思う存分発揮できるスタイルでもあるんですね。変わらないところを見ますとエマヌエル・チュアドの指示なんでしょうか。まあもしかしたら、おっとっとっと、はい、ムシタがどんどん動くとリサラがどんどん入ってくるというふうに思っているかもしれないですね。あ、今日のヌシタはですね、離れるとパンチがもう一つ出ないですね。今はまあワンツー出ましたけど、あれをもっと出すとは有効だと思うんですけど、かえってひっついた時の方がですね、パンチの出がスムーズですね。この試合にの前の練習でですね、かなりそういう接近戦でリサラガと打ち合う練習したんでしょうね。また頭が当たったか。見打っていきます。ショートレンジの打ち合い。おお右、ああ押されました。テンプルのパンチちょっと重かったですね。ちょっと効きましたね。体力ありますよリサラが。はい、何気なく肩のあたりを使いながら自分のいいポジションを作ります。リサラがロープを背負いました。ヌシタ動きません。ただ右のクロスから左返します。頭をお互いにグリグリこすりつけながらロープ際の攻防です。押し込んでいきます。結構ブロックしてるんですよ、リサラガ。しかしですね、見た目にはやはりリサラガが主導権を取って攻勢を取ってるように見えますよね。だからやはり前出る相手ロープを押し込んで打つっていうのは大事なことですね。10対9リサラガです。はい、非常に息の長い選手、ウェイカム・ヌシタ。93年3月にジュニアフェザー級のタイトルを取りました。それを6度防衛しまして、そしてクラスを上げて今回のまた2階級制覇というチャンスをつかんでいるわけです。第7ラウンドです。 IBF 世界フェザー級王座決定戦。このリサラガっていうのはそれほど器用なタイプじゃないですけど、ガードはこう硬いですよ、ね。特に接近戦になってからですね、あまり相手に左フック出せないですもんね。おお、出せないですねって言ったら打たれるから解説者の顔が潰れますね。解説者の中でコーナー、ショートレンジ。このリサラガはタフですよ。先ほどタイトルを取ったのがヌシタ、前回が93年と確か言ってしまいましたが、90年の誤りです。失礼ですね。90年ですね、はい、ファブリス・ベニシーに勝ったのはですね。あ
って言って声かけながらですね。ワンと打ちますけどね。最初から出してました。聞こえなかったですけど、あれ癖でしょうね。あれ注意するレフリーもいるんですけどね。まあ最初、まあ私も前半聞こえなかったですから、力んできたっていうのも言えるでしょうね。はい、ショットをされてパンチは空を切ります。野下昔両エスミノを去った東洋バンタム級チャンピオン、そのジャブの名手だって、シュッシュッって言ってジャブが見えないよ、お客さんもシュッシュッって言って、それで皮肉ってですね、そんなのもありましたね。あ、声出して打つ選手っていうのはたまにいますよね。あ、厳密にはルール違反なんですよね。はい、ボディを立てていきます。ディフェンス一本になりました。優しさの攻撃いいですね。非常に頑丈、タフネス、エクターリサラがこんな感じがあります。すると突進する力がありますよね。これはガードの上からでも強く打ってるから上のパンチが当たるんですよ。で相手もですね、その愚かじゃありませんから、その軽いパンチでパンパンときたら次にパンチ返ってくるんですよ。これステップパンチだなって言ったらお互い分かりますよね。それ分からせないためにもですね、ガードの上、肘なんかをですね強く打って、いかにもこれが決めパンチだみたいに錯覚させて、それからもっと強いパンチ持っていく必要があるんですね。でやっぱりかいな力、腕力いりますよね。スタミナもいりますね。微妙に主さもかわしておりましたけれども、第7ラウンドリサラが目立ちました。リサラガの構成取りますね。10対9有効のクリヒット多かったです。はい、なんか表情だけ見ますとガクーという感じですが、そうですね、思いっきり脱力しています。わしは疲れたっていう感じですね。ただいいんですよ、休む時間はですね、はい、自分がリラックスできる体勢で休めばいいですね。積むろうがいいし、ただ大事なのは深呼吸を良くすること。あ、今してましたよね、お二人ね、はい、まあ、今休みながら目閉じてましたけど、私なんかも相当疲れた時には目開けるのでさえも疲れましたね。だから目閉じてましたけどね。そんなもんですか、はい。で目っていうのを冷やされるとですね、ええ、その気分が落ち着いて冷静さを取り戻す選手もいますね。フロリダ州ポンパノビーチで行われている試合です。 IBF 世界フェザー級王座決定戦。人間のその頭蓋骨の構造を考えてみると分かるんですけど、目っていうのはですね、脳の一部なんです。それが突出してるんですよね。だからそこを冷やすっていうのは冷却効果っていうのはあるんですよ。なるほど、頭もクールになると。だから目を疲れるとスタミングで突き火なんかされるとですね、疲れるとその脳に支障が出てくるっていうのもあるんですよね。あ、だから目は大事なんですよね。あ、なるほどね。でナッパを打ち上げていきます。だから 目を打たしてはダメなんです、うん、強引であります。ちょっとリサラがもう血が流れ始めたようです。かなりきついラウンドが続いています。第8ラウンド、頭を気をつけろという指示が飛んでいます。もっとサイドステップ使いたいですね。ウェルカムでしたわ。頭がもう擦れ合うような感じになってきています。途中のラウンドまではたまにこう当たるという感じだったんですが、至近距離ではもう擦れています。距離が取れません。この辺り肩に当たってしまいます。抜した このタフネスタというのはメキシカンの一つの特徴でもあるみたいですね。一つのタイプにありませんか。ありますね。まあ、中にはジョー・メデル、リカルド・ロペスみたいな、ミゲル・カントみたいな技巧派もいますけれど、みんな馬力ありますね、勇敢ですよね。まあ、チャベスに代表されるあの形ですよね。そうですね、がっちりとした形があります。でみんな決め手のパンチを磨いて、そしてそれを振り切ってきますよね。ヘクター・リサラが特にこのボディブローが目立ちます。本当にヒダラッパーなんかはうまいですよ。
ちょっと威力がしかしちょっとさすがに疲れてきたか後半。それは両方に言えますね。ありますね。これだけ押しちゃってこれだけ手出せば疲れますよ。ね、また押されています。おっと右。大きく振った右が当たりました。彼も目立ってきました。ヌシタ。お互い何考えて戦ってるかですね。リサラがっては俺はこのペースでいいんだと打ち勝ってるっていう自信あるでしょうね。はい。ヌシタの方はですね、やはりエマニュエル・スチュワードの指示がですね、その池池ですからね今のところ。ええ、いやーちょっと打ち負けてる、パワー負けしてると。でもっと手出さないといけないけれど、相手のパンチがその数飛んでくるんで今姿勢に回ってる。今のラウンドなんかそのコーナー帰るときにこのラウンドは自分は取られたって分かって帰ってると思いますよね、明らかに。10対9です、リサラガですね。はい、今までのところですね、その3ラウンド目と5ラウンド目私は下につけましたね。他のラウンドはリサラガの、まあ、構成、うん、そしてそのクリーンヒットを取りますね。はい、第9ラウンドに入っています。 IBF のタイトルマッチ、クイのタイトルを争っています。まあ、もともとは先ほども言いましたがナジーム・ハメドが、このタイトルを取っています。それをあっさりと放棄しました。このハフネス、ここまで見せつけているヘクター・リサラが一説によると、戦うのを避けたのではないかと、そういう話もありましたが、コーナーでの打ち合いになります。ムシタのパンチはあまり入っていません。お互いにパンチを避け合ってはいます。このラウンドはムシタがですね、ちょっと戦法を変えて足使って、オートミンクロス、ジャブワンツー打とうとしてますけどね。はい、そういう指示が飛びましたか。ボクサーっていうのはですね、やはり訓練次第なんですけれど、今まで足止めてファイターやっててですね、打ち合ってて、さあ次のラウンド足使いって言ってもなかなかできない場合がありますね。やっぱりそこは体のリズムがですね、できてないんですよね。5年ぶりの王座を狙います。ウェルカムの下、この辺はかなり、おっとまた右が当たっています。押されてきています。まあそれにしては苦しい試合になりました ね。結局左が有効じゃないからですよ。足使ってですね、距離取って左をもう少し使って相手の前進を出鼻叩きたいんですよね。ところがそういう戦い方してないから、このラウンドをちょっと足使おうとしても結局相手に入り込まれてしまうんです。ヌシタの一番いいボクシングができません。ニロックボディを打ちます。徹底してボディを打ってます。浜さん、このボディ攻撃も相手のヌシタのスタミナを落とすのに一役も二役も勝ってるでしょうね。あ、同じボディ随分 打たれています。今も入りました。それと後半に行ってから疲れてからのボディブローっていうのは倍疲れ効くんですよ。はいはい、とにかくこれを1ラウンドからずっと続けています。まあ、ボディブローっていうのはですね、浜田さんも言われましたけど、腹筋の力、腹筋の硬さじゃないんですよね。パンチ来た時にキュッと腹を締める、その反射神経なんですよね。はいはい、でそれが鈍くなってくるんですよ。だから上下打ち分けられて、上強いパンチ打って、それでガード上げた時にですね、腹に力入れてなくて、そこでポンと食うと軽いパンチでその世界的な選手が倒れる時ありますもんね。第9ラウンドまで終わっています。まあ、今のラウンドはですね、アウトボクシングしてたんですよね、そのヌシタが。ところがですね、やはりリサラガのペースに巻き込まれてしまったと、はい、いうことで、私はリサラガのポイントつけますね。ああそうですか。前半良かったんですよね、ところがアウトボクシングしきれなかったですね。第10ラウンドです。ランキング1位がヘクター・リサラガ、ベルトライン赤が入っています。そしてウェルカムの下がランキング2位です。
距離を置こうとしています。いやしかしすぐ詰まります。まあ今はまあ後半行って抜したの方はさほど動けてないんですよね、はい。前半あれだけ動いていて、それでリサラがボディーブローを打てるっていうのはいい技術ですよ。足を使ってる、足を使ってる選手のボディーブローを打つのは難しいんですよ。ちょっとぐらついたか。当たりません。西田のパンチが流れてますね。そうですね。その体をですね、柔軟に使ってもいいんですよ。ところが打つ瞬間はですね、体の軸っていうのはやはり回転運動なんですね。軸がブレてますよね。だからあれじゃいいパンチ出せないですね。空振りしてそれでそのパンチが返ってこないです。オンガードポジションに戻らないです。時間がぶれるというのはやっぱり疲れから来るものですか。やはりそれはトレーニングでですね、はい、やはりそういう練習をよくしないといけない。それから疲れで疲労でもそういう現象が起こりますね。いやこの試合最初のからパンチが流れてますね。自分のボクシングではないんでしょうね、やっぱりね。私はこういう打ち合い積極策っていうのがですね、裏目に良かった、裏目に出たみたいな気がしますけどね。そうです。しかしまだ試合の方は決定打は両者とも打つことができていません。まあ、こういった流れだと両方とも苦しいんですよ。頭を下げていきます。まあ、ボクシングというのは不思議なもんで、正しい戦法を取ったから勝てるかというとそうでもないんですね。結局倒したらいいわけですね。ヌシタとケネディ・マッキニーの対決なんか典型的でしょう。もうあわやヌシタが勝ってて、でいい戦い方してましたよね。とか逆転の一発で負けてしまった、そういうこともありますよね。逆転の11ラウンドノックアウトありました。まあ、あの試合でもマッキニーは何て言うんですかね、もう最後諦めたんですよ ね。どんなチャンスがぽっかり訪れるかも分かりません。ポイントではここまでリードされているヌシタでありますが、第10ラウンドまだこの先もあります。おっおっと集中打食ってきましたね。このリサラガはですね、集中攻撃、やはり右目も外れましたね。はい、自分の戦法に自信持ってるからですよ。このペースでいいんだ、この打ち合い方でいいんだと、俺は勝ってるって、この自信がもうかなり疲れてると思いますね、リサラガは。ただパンチ出し続けられますね。まとめてもらってしまいました。ウェルカムヌシタ、今のラウンド私は実際8つけられますね。ダム相当のダメージを、はい、与えたと。あ、オーク解いてますね。いつオーバーついてますね。試合終了ですか。試合放棄ですか。ギブアップ宣言のようです。10ラウンド終えて、これはテクニカルノックアウトということになります。ヘクター・リサラ新チャンピオンです。本戦のこのフェザー級 IBF の新たなチャンピオンが決定いたしました。アメリカ・カリフォルニア州ヘクター・リサラガです。リサラの方がですね、スピードとそのテクニック経験でですね、このアウトボクシング仕切るかと思ったんですけどね、有利かと思ったんですけど、この試合はパワーで押されましたね。はい、これは最後のシーンですね。連打したところです。あ、この辺りいいパンチ結構もらってしまいました。上下打ち分けてますね。この連打が終わった後、なお一層晴れが膨れ上がったようです。まあ、この試合の敗因はセコンドの指示のまずさですね。まあ、結果論ですけれど、ラウンドの合間のエマニュエル・スチュアードの指示聞いてると、いけいけでしょう、はい。まあ、結果的にはもっと足かわしてですね、そのシャープなそのジャブ、ワン、ツー使うボクシングした方が良かったかもしれませんね。
this bout has been stopped at the end of round number 10. A referee in charge, Armando Garcia, stops the contest on advice of the corner. He's the winner by way of technical knockout, and he is the new IBF featherweight champion of the world, Hector Poppy Lizarraga. 10ラウンド終了 TKO ですね。新チャンピオンが誕生いたしました。